今台本、教文の動画の台本を書いてます。最近ちょっと大学の講義だったり書籍とかで結構忙しかったので、はい、今頑張ってます。今日はダヴィンチをテーマにしたいなと思います。ということでモナリザ T シャツ着てきました。モナリザ僕も大好きなんですよね。あれですよね、レオナルド・ダ・ヴィンチってすごい変わった人で、モナリザ作品数少ないんですよね、生涯ので。モナリザとかを何枚も何枚も描いてたみたいですよね。その逸話が僕結構好きで、あの諸説あるので間違ってたらすいません。よいしょ、はい、満足です。ちょっと待って、動画撮るときは静かにしてたな。え、べちょべちょやん、口ね。14時半からちょっとリハーサルじゃないですけど、ちょっと早めにズームに入って準備するらしくて、なのでそれに合わせていきます。で、会自体は15時からね、今もオンラインで、はい、開催されるようですね。例年は集まってされてるみたいですけど、だからね、最近は、まあ、こういう状況ということで、はい、まあ、来年はね、生でやりたいですね。なかなかオンラインだとね、難しい、やり方難しいところもありますから、ね、まあ、ちょっとできる限りのちょっと、ね、貢献をしていきたいなと思います。では、行ってきます。ジャケットは届かなかったんですよ、ね、今日防弾で使う予定のジャケットは。いやー、悪いな。お疲れっす。よいしょ。あれですかね、あんまりイケメンイケメン言わない方がいいですかね。あ、もう全然任せますよ、もう何でも。あ、はい、ですか。あ、違う、イケメン言わなかったらちょっともったいないですよ。僕ね、でもね、本当に心の底からね、はい、中身がイケメンだなと思って、ね、ありがとうございます。恐縮です。お三方ともですよ。いい、最近ね、もう小山先生 YouTube にハマっている私、まあ、今やってる人でもいいんですけど、これから YouTube 始めようと思ってるその会計事務所関係の方に自分なりに一言っていうのを入れてもらっておしまいという、これが最後です。いいですかね。はい、それでは次、小山先生よろしくお願いします。はい、こんにちは、小山明弘です。公認会計士税理士です。はい、なんでスライドをサクッといっちゃいます、はい、ありがとうございます。ということで、ちょっと最後締めに入らさせていただきますが、もう始めてる方もおられると思うんですけども、これからやってみようかなって方も見ておられるかなと思うんで、ぜひですね、皆さんから視聴者の方にですね一言言っていただければと思います。小山先生お願いします。はい、そうですね、まあ、僕からは点なんですけど、当初って僕 YouTube 始めたのが2018年で、気合い入れてカメラ買ったり、カメラマン雇って月100万円ぐらい流してたんですよ。ただそうです、ただ今はもう iPhone で撮ってますし、編集も単価1万円ぐらいで作れるので、要はあんまり張り切りすぎずに素の自分を出すっていうのが結局自己開示につながって、今のうちみたいに結局小山さんがいるんだったら働きたいみたいなことになってくれるので、あんまりその、演出とか肩肘張らずに
まあ、まずはちょっとありのままの自分で、まあ、しっかりお化粧ぐらいはしていただいて、はい、っていう感じでやれば全然そんなに、はい、難しいことじゃないと思うので、ぜひご一緒したいと思ってます、はい、皆さんまたリアルで会いましょうね。私下にも会ったことないんで、はい、そうですね、ぜひぜひ、はい、出会いましょう、はい、どうも失礼します。ありがとうございました。失礼します。はい、無事終わりました。いや、めちゃめちゃいい経験をさせていただきました。やっぱ1時間で3名の大先生、やっぱり皆さんの多分ね、話題が当然ボリューム多いので5時間ぐらいいりますね。僕もめっちゃ聞きたかったんですけど、もうだから自分の分巻きましたからね。もう自分の分話すより他の人聞きたいと思って、もう僕は以上でって言って結構結構巻きで終わっちゃったんですけど、いや、すごいいい経験させていただきましたね。やっぱ皆さんそれなりのやっぱ味噌がありますよね。そのうまくいっていらっしゃる方っていうと、ちょっとどういう目線で言ってるのかってあれですけど、すごいやっぱ結果出されてる方っていうのはやっぱ何かしら味噌というか仕組みというか理由というかあるなっていうのを感じました。はい、ということで今日はなんだ予定、あ、今日はもう終わりだ終わり、はい、まあ、ちょっとこの後事務作業を軽くして、ちょっと YouTube 撮りたいんで YouTube 撮って、トレーニングして今日は終わりたいなと思います。で、明日が全身脱毛ですね。全身脱毛っていうか、足手かな、もう日は前やったから今回お休みですけどっていう感じで、はい、そうですね、一旦では作業に戻りたいと思います。では、カフェがびっくりした。はい、帰宅しました。焼き鳥食べて帰宅して、なぜテンションが高いかと言いますと、いや、ちょっと時間的にニアミスしたんですけど、とあるものが届きました。散々探し回ったジャケットですね。実は今日の午前中届くはずで、で、今日僕オンラインセミナーの登壇があったので、それで着ようと思ってめちゃめちゃ楽しみにしてたのに、なんとちょっと出荷のミスらしくて夜届いてしまいました、はい、なのでセミナーでは着られなかったんですが、まあね、まあいろいろ相談はありますから、来月も MDRT の方にセミナーもありますし、まあそこで着ようかなと思うんですけど、やべ、はい、マルジェラのね、わ、すごいかわいい、すごいマルジェラのね、ノーカラーって言って襟がないジャケットを買ったんですよね。めちゃめちゃかっこいいんですよ、これが。で、これと最近ハマってるアクネのね、中のインナーと合わせたら超絶かっこいいんじゃないかということで買いました。結構高かったんだよな。いくらした？ 12万ぐらいしたのか。12万ぐらい結構する。ジャケットでね、ジャケットだけで12万して結構お値段するんですけど、まあね、体型も合わないくなってましたし、まあこういうのは験担ぎじゃないですけど、まあ縁起物だと思って、まあ新調しました。まあ、僕やっぱ表の舞台立つこと多いので、やっぱね、変な格好はできませんし。ということで、ちょっとジャケット羽織ってみたいと思います。サイズがね、52。もう一番でかいの買いましたね。じゃないと合わなくなっちゃって。まあいいですね。こんな感じで。さらっと羽織れる感じなんですよね。はい。で、まあコートも着れますし、めちゃめちゃいい。やっぱ思った通りだ。はい。こんな感じで、まあ、結構登場回数多いと思いますけど買いました。はい、アクネ君も買ったので。高いんですよ、これ2万ぐらいするんですよ、この T シャツに。高いですよね、最近服って。ビジネスでも使えそうだし、カジュアルでもいけそうだっていう感じでちょっと買ったので、よいしょ、うん、なんか教祖様っぽくなったけどいいや、まあ、これはこれでいいか、よし、いい感じやな。
しかしね、体型が、がたいが良くなると、服のトラブルってやっぱ多くなりますよね。人生で初めてなんで、体を大きくしたの。まあそれもね、宿命ですよね。よいしょ。Promise that I would make it one day as an artist. Music's the only thing keeping me honest. I know that I want it, I'm hoping I got it. Addicted to all this remotely melodic. See how some people become alcoholics. Addiction is real but mine isn't as toxic. Although sometimes I feel a little psychotic. I know that I got it in me. Can't stop what's in me to the top. Believe me, I'm not resisting. It's all beginning. I'm all but willing to break the ceiling. Oh, I take a chance and do it. Take a stance and prove it to yourself and prove it. Every day you're moving, every day's a new one. Don't fear to lose one, bounce back and move on. The things we keep inside, I know I'll be alright. I'll fight with will and time. I won't lose my. Some days are my worst days, but every day is a work day. I fell in love with the wordplay. If it's a dream, then you're never really working. And now the tides are turning, and as I keep on learning, I only do what's worth it. Don't waste my time because I earned it. Never got rid of the thirst. So much it hurts. Listen to my words. Everyone's the worst. That's why I'm immersed in my own universe. And I know it's a curse. Probably put me in a hearse. But I still write a verse. Maybe time will reverse. If I put in the work while everything hurts. Take a chance, make a plan. You can do it, yes you can. Take a stand in your land and command of your brand. The things we keep inside, I know I'll be